和兵衛は尻をもちもちさせていたが、やがて辺野古はすっきりと石のように固く覆った。その様子を指先で知ったおむつは男の眉をはだけて、その膝の上にまたがりながら着物の裾を広げて片手をまたえ、ずっと突っ込み辺野古の七分の三のところを握りしめた。自分の尻は少し浮かせて、頬の割れ目を鈴口のちょうど良いところへあてがう。腰へ力を入れぐっと落とせば、さすがの大物もずっと苦もなく根元まで収まった。こんな時は中途半端なことをしないで、べちゃっと蟻の戸あたりのあたりまで投げ出すように押し付けた方がいい。おむつはチワベイの首に腕を巻きつけ、お尻を上下に動かして腰を使いながら頬に頬を押し付けた。されて見逃すわけにはいかねえ。精神科医だぞ。相手は相手が誰だろうと問題じゃねえ。目の前で面を汚されて黙ってやるっていうか。ああ落ち着けや。今度はやるならやるで先を読んでから仕事に。それはどういう。これから東京に行く。関東中央会に話を出す。前は北陸と浜松、今度は北陸だ。この精神科医の侍者は関東中央会の人元やで、必ずまた誰だい。お前か。一日中どこ行ったんだい。おやじさん帰ってきたんだい。
保険はかけなかったのか。任せなさい。川島のあのガキの銭を太郎飲んだら思て。バカ野郎、どうした、どうした、何それで、どうした、弾きを踏まれされて、それでおやつさんは川島バルするしょうがないの。本気で言ってるのか。8000万やで。